加減にしろよ。しばらく寝とけっての。まあ、座れよ。はあ、いきなりだがよ、多忙。結論から言うぞ。ん？お前が羽村と何か揉めたとしても、俺がしてやれることは何もねえ。なんだよ、おやっさん。ちょっと待ってくれ。話も聞いてくれないのか。話聞いたって時間の無駄だからな。羽村は組の稼ぎ頭でよ、今の俺はその小遣いで細々やってる。ただの飾りだ。え？うちの組のもんは確かに俺の言うことはよく聞く。だがそれが羽村の指示と勝ち合った時にはどうだろうな。多分俺の言葉は聞かなかったことにされちまう。どうしたんだおやっさん、いつからそんな。昔お前を面倒見てた頃が俺は一番花だったよ。おやっさん、それでも怪盗がいりゃここまで羽村が力持つことはなかった。まだ話の途中だ。いや、今終わった。羽村の頭から八神さんに伝言です。ここを出たらすぐにおいでいただきたいと。場所は中道通りの喫茶アルプス。もう一度話がしたいとのことで。そうか、気が向いたら行くよ。あまりうちの頭を怒らせんなよ。てめえも目えぐられんぞ。いらっしゃいませ。ん？はい。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。空いている席どうぞ。情けねえ野郎だ。親父に泣きつくとはな。ふざけた真似しやがる。俺はただ頭とこじれた件おやっさんに報告した方がいいと思ったんです。いらねえよ。お前がおとなしくしてりゃいいだけの話だ。それとも俺の言葉が足んなかったか。いえ、今のでやっと分かりました。じゃあこれで手打ちですね。まだ話は終わってねえぞ。どうせ口で言っても聞かねえんだろ、ターボ。ガキの頃からそうだったもんな。お前は周りにいくら笑われようがよ、夜間通い上げてとうとう司法試験まで通っちまった。どうせ今も腹ん中じゃ手引かねえ気なんだろ。元弁護士だろうが所詮はゴロつき上がりだ。やっぱ無知でしつけねえとな。尾崎。で目をえぐってやる。
やめろ。なんてな。てめえ何やってんだおら。一遍死ぬか。もう構わねえ、ぶっ殺せ。ふざけやがって。お前ら順番守れよ。はあ、次は俺の番だろ。
しっかり狙え、剣豪。心臓だ。はい。撃つなら自分で撃てよ。いや、やっぱり目撃つか。両目撃ち抜け。男になれや、剣豪。お前、逃げるよ。ついてきて。何やってんだ、捕まえろ。あっちだ。悪い、ちょっと借りる。その前にお礼はないの？お前は昼に俺のスマホを。でも返したじゃん。なんで取った？なんで返した？あの時はしつこい警官に追われててさ。そしたらあんたが電話してて、
それでパッと計画を思いついたわけ。計画？うん。まずスマホを奪うでしょ。するとあんたは僕を追いかけてくる。後から来た警官たちは僕と同じ方向に走るあんたを仲間だと思う。で、あんたが捕まってる間に僕は逃げる。ま、あんたまで逃げ切るとは思ってなかったんだけどさ。お互い結果オーライだったでしょ。じゃあ今はなんで俺を助けた？そりゃあれ、なんでだっけな。変なやつだな。まあ一応スマホの件じゃ迷惑かけたしさ。でもそれで今は命が助かったんだから、あんたラッキーだよね。そうかもな。助かったよ。ならこれでチャラね。なあ、なんで窃盗だなんてやってんだ。いい若いもんがもったいない。はあ？そんなに暇なら俺の仕事手伝わないか。ヤクザに狙われるような仕事？冗談でしょ。さっきの奴らは東条会の松金組だ。他に京麗会とも俺は揉めてる。ちょっと面白そうではあるけどさ、僕らまだお互いに信用できないでしょ。八神さん、お前俺の名前を。松金組若頭田村恭平はモグラと通じている。その仮説を裏付けるかのように八神は行く手を阻まれる。町中に張り巡らされた羽村の監視網は予想を超えて根深い。孤立無援の八神へわずかに差し伸べられる手だが、夜はまだ明けない。あら、ターボを捕まえるまで帰ってくんじゃねえぞ。町中しらみつぶしにしろ。仮面のガキ決まってんだろ。あいつもでバカ野郎。早く出た方がいいぞ海藤さん。今松金組に見つかるとまずい。取り込み中か。
よう、タボ。ヤガミか、久しぶりだな。お前、東か。頭の命令で来たんだと。お前を探し回ってる。ああ、あの人は相当モグラに触られたくないらしい。なら手引くのか。うちをコケにした頭が怒ってんだよ。ますます手を引く気なんてないね。仇の出る幕じゃねえんだよバカが。おかげで俺らまで面倒に駆り出されちまった。いいじゃねえか、頭に尻尾振んのが今のお前の仕事だろ。頭は芸祭すりゃたっぷり餌をくれるんでね。あんたと違って尽くしがいがあるんですよ、怪盗の兄貴。俺はもうお前の兄貴じゃねえ。そうでしたね。手下連れて帰れや、東。ええ、今日のところはそうします。やっぱあんたに手出すときはこっちも殺す覚悟でいねえと。なら次が楽しみだな。もういい、行け。前にも言いませんでしたっけね、薬病神を略してヤガミです。すぐに手切った方がいいですよ。東よ、少し見ないうちに悪い顔になったな。うるせえよタボ。東をつけてきてくれねえか。え？俺が組抜けてからあいつに何があったか、今どうなってるかが知りて。ああ、前とは別人だ。さっきあいつがここに来た時、俺は一瞬誰かわからなかった。お前の言う通り悪い顔になってた。わかった、行ってくる。モグラの件とは別だ、依頼料は払うぞ。そんなのいるわけないだろ。それに羽村の情報も手に入るかもしれないしな。もしもし。カイトだ。こっちの窓から東が歩いてくのが見えた。あいつは今一人だ。中道通りを右に折れてった。中道通りを右だな。分かった。頼んだぜ。